第1次進出考えはですね、R&B、ソウルミュージックとファンキーミュージック。で次は どうですか、今日真央ちゃんナイトですの2曲目は何かお得意なやつは、ここに入ってる順番なんですか。アストロイド、アストロイド。
私宇宙からやってきた。あおや。私の星ケンタウルト星は遺伝子の異常により女が一人もいなくなってしまって、女は6歳でみんな死んでしまうあるバッテン。お前地球にいろんな地球の子はいろいろ方言があって難しいで壊す地球の女をアルファケンタウロス星に連れて行くバッテン、よろしいでしょうか。お前お前Yeah.
悲しい少年がいました。少年は町の丘の上に立っている銅像でした。銅像の上には金がいっぱい貼ってありました。金欲しい、金欲しいので僕は銅像から金を全部剥ぎ取ってしまいました。なんていけないことでしょう。全然意味ねえこと喋ってるから。落ちなし、落ちなし。どこだろうと思って、すっげえ楽しい。あ、でも宇宙人っぽくていい。宇宙人っぽくて、そんな、そんな少年にも美しい過去があったんです、皆さん。あの、愛に燃えた、ね、初恋の日。懐かしいですね。まだ燃えてるじゃないですか。ちょっと、そうですね、まだ燃えていけたら。これから、これから10年間、どれだけ燃えていけるかってことですけど、悩んでましたね。ね、閣下にも悩みがありますね。あと10年のこのね、この燃えたぎるこの状態を、情熱をどうすればいいかね。見て、ピンと吹いて。今言えるのか。そのさ、何ちゃんと撮れてる、その映像。スーさんの頭とか映ってる。あ、スーさんアップ。あのスーさんたまに、あの思い出たまにはさとみちゃん、僕がちゃんと映るようにしなきゃ。ピンターにかぶってますよ。今からさとみちゃんと、ね、ウィスパーズミスターのね、大丈夫ですね。あ、監督、そこにいるじゃないですか、監督。監督が頼みますね。エスパーさんとかですかね。では、その少年の人間だった頃の曲を、ヘイ、銅像、銅像の少年が人間だった曲、ね、ね、いわゆるあの、行くべきなね、はいはい、参りましょう、巨匠。Thank you.
ましょう。ここで休憩を入れて最後の第3ステージに参りましょうね。ドリンクタイム。皆さんはこちら朝まで飲もうぜ。